科学技術館は東京都千代田区北の丸公園内にある博物館である。公益財団法人日本科学技術振興財団が運営、管理を行っている。科学技術館設置の構想は日本科学技術振興財団の創立準備段階から中心事業として検討されていた。その構想は以下のようなものであった。財団が正式に発足した1 9六十年には 科学技術館建設委員会が設けられ、学会、産業界、博物館関係者などが委員として就任した。同年8月から委員会の会合が開催され、建物、展示内容、展示方法、付帯設備などが決定した。想定した来場者は青少年及び一般で理解水準を中学生から高校生相当とした。また、展示方法としては、 動的で興味深い表現を用いることに重点を置いた。1961年3月、建設場所が皇宮警察職員宿あや土地に決定した。1963年3月、展示内容が決定した。1964年4月9日、建物が竣工した。1964年4月10日、昭和天皇と皇順皇后が行行し、 開館式典が行われた。一般公開の開始は同年4月12日であった。9月3日、内閣総理大臣池田隼人が見学に訪れた。11月27日、当時の皇太子も見学を行った。開館当初の展示品は現代日本の科学技術の成果を示すもので、機械、実験装置、模型など約400点であった。以下に、 開館当初の展示内容を示す。1964年6月から開館を記念して初の企画展、ドイツ科学展が開催された。この展示会ではヨハネス・グーテンベルクの活版印刷機が出品された。1965年9月にはソ連宇宙開発展が開催された。会期中には女性として初めて宇宙飛行を行ったレンチナ・テレコワの講演会が 地下のサイエンスホールで開かれた。日本の技術水準を示す展示内容を維持するため、開館後も IC 利用の電化製品、大型タンカーの模型など、展示更新が行われていった。この費用については1967年より、日本自転車振興会より補助金が交付されるようになった。開館直後の1965年度の年間入場者数が、 約53万人であったのに対し、1970年度は約41万人に減少した。特に団体入場者数が開館以来一貫して減少傾向であった。決定的であったのは1970年に開催された日本万国博覧会の開催であった。他方、1970年代に入ると自然科学系の博物館で視聴覚を ゴーム相感覚的展示が増え、入場者の理解を促すため参加性の高い展示が増加するようになった。科学技術館のこれまでの展示について、故障が多い、展示内容が難しいといったことが入場者減少の理由として挙げられていた。このような状況を受け、展示内容のリニューアルが計画された。リニューアルについて、シカゴ科学産業博物館が行っていた。 企業出展方式を参考に業界出展方式が採用された。業界出展方式とは展示テーマと関連する業界団体や女性団体の協力により展示や内容更新を行っていく方式である。業界出展方式の目論みは以下の通りである。以下に業界出展方式に変更した後の展示内容を示す。1975年4月1日より これまでの月曜休館から年末年始を除く年中無休に変更した。1977年には当時のスーパーカーブームを背景にスーパーカーフェアと題した特別展を実施し、1977年8月の月間入場者数が83,050人を記録した。1979年11月第1回全国ロボット大会の会場となり、 大会最終日の日曜日には1日の入場者数が1万5000人と、これまでの最高記録となった。また1979年は、日本科学技術振興財団の創立20周年、科学技術館、開館15周年にあたり、これを記念して、C 棟と D 棟の間に3階建ての展示室の増築が決定した。また、ミュージアムショップが1階に開設された。 このような改革の実行と企画イベント開催により、1976年度の年間入場者数は約60万人、1980年度は約85万人と増加傾向に転じた。1987年、NHK 総合テレビの地球大気候の放映と並行して NHK 地球大気候展が開催された。スミソニアン自然史博物館所蔵の隕石。 鉱物、化石などが展示された。会期中、約2ヶ月間で20万人が訪れた。1991年、高校の理科教師であった後藤道夫が理工系離れに危機感を持ち、日本物理教育学会の主催で、中学、高校生のための科学実験講座を開催した。 日本科学技術振興財団からの共催の申し入れと科学技術庁からの援助も決まり、1992年より青少年のための科学の祭典と開題し、東京会場は科学技術館で開催されることになった。年々規模が拡大し、1995年は全国9カ所での開催となり、この年より科学技術館で行われる、 青少年のための科学の祭典を全国大会とした。1994年、科学技術庁長,長官であった田中牧子が科学技術館を視察した。この時、田中は科学技術館の展示について甘口のカレーライス、これでは子どもたちの理工系離れは止められないと批判した。これを受けて、日本科学技術振興財団は5階フロアを、 中心とした約2400平方メートルの展示面積のリニューアルを計画、予算15億円を計上した。検討の結果、テーマプロデューサー制が導入された。これは職員や展示専門会社が企画設計するのではなく、従来の概念を覆すような意欲的な人をプロデューサーに指名して展示方法を提案する方法である。当時、 東京大学助教授であった、下城晋介を総括ディレクターとして江、江里明を、恵比寿崎俊一、佐伯平治、下田光一、森田保翔、米村伝次郎がテーマプロデューサーとして参加した。1995年8月から改装工事が始まり、1996年4月、フォレストがオープンした。この展示は、科学的思考を養うため、遊び、 想像、発見を重視し、個々の展示がいずれかに焦点を、当てまた他の展示と関連していたりする多義性を持たせるようになっている。この多義性という考え方を表現したものとして、フォレストと命名された。科学技術館に生体展示されていた h r p に2006年4月より、愛、地球博でデモンストレーション展示されていた。 HRP- に及びパラサウロロフス型の恐竜ロボットの常設展示が開始。4月20日、内閣総理大臣小泉純一郎が視察に訪れた。同年12月1日には鉄の丸公園1丁目がリニューアルオープンした。2007年に累計入館者が2500万人に達した。2008年8月20日、4回 B 室に 全天周立体ドームシアター、シンだドームがオープンした。マットグレイプ -2 が映像システムに接続されており、リアルタイムシミュレーションをそのまま出力できる。国立天文台や理科学研究所での研究成果の発表の場としても活用されている。実験教室や工作教室による会員制の理科教育活動。小学校3年生から高校3年生が対象。 建物1階に大小11室のホールがあり、貸し出し施設としてイベント等の会場として活用されている。科学技術館の2階及び3階の一部にテレビ撮影用スタジオがある。日本科学技術振興財団はテレビ事業として東京12チャンネルを経営しており、科学技術館の展示施設の一部見学できるテレビスタジオとして意図されたものであった。 1970年4月に、千代ダビデオが設立され、スタジオに営業務が移管された。また、テレビ事業は、経営難から1973年に、日本科学技術振興財団から切り離され、独立企業としての東京12チャンネルとして、再出発した。その後、千代ダビデオの本社スタジオとして利用され、TBS のワイドショー、3時に会いましょうと、 スーパーワイドがこのスタジオから生放送されたほか料理天国、アイアイゲーム、TV プレイバックなどの番組の収録に使用された。2018年時点でも、早く起きた朝は、や、東京メトロポリタンテレビジョンの一部番組、収録などに使用されている。上から見ると建物を5つの放射状に配置した、星型になっている。星型に並んだ格闘は、正面から右回りに、 B 棟、C 棟、D 棟、E 棟、下位棟と呼ばれる。各棟の中央の建物が G 棟、また B 棟と垂直に交わるように A 棟があり、これが建物正面となる。中央棟にあたる G 棟に、業務用、エレベーター、エスカレーター、階段が集中配置されている。建設時には A 棟、B 棟、C 棟、下位棟の間の空間に、 屋外展示スペースが存在していた。1972年より B 棟、C 棟、D 棟、E 棟、K 棟の間にあった各スペースに建物が逐次増築されている。建物1階には大小11室のホール、センターホールがあり、それぞれ連結して使用することができる構造となっている。特別展やイベントの規模に応じて団体、または複数のホールを使用する。 地下2階には劇場型ホール、サイエンスホールがある。テレビ撮影用スタジオが A 棟と B 棟の2階にあたる位置に設置された。科学技術館の建設にあたって、科学技術館建設委員会が設置され、1960年8月に最初の委員会が開催された。建築設計は、科学技術館建設委員会の委員でもあった、東京大学の松下住を、 平山隆氏の漁師に依頼された。設計に関しては、以下のような制約条件が課された。松下、平山は、シカゴ科学産業博物館、シアトル万国博覧会会場、ドイツ博物館など、欧米の博物館の視察した上で、以下のような提案を行った。建物全体を上から見て、中央棟を核として、各棟を5つの放射状に配置し、科学の 手を象徴する平面設計のコンセプトになった。これは限られた敷地で展示スペースとなる壁面をできるだけ多くする敷地予定が台地の上にあり、どこからもよく見えるため、どの方向からも正面に見える裏のない建物にしたい立地予定地が公園内であったことから公園のどこの方向からも入管できるように考えられた結果であった。しかし、建設地が 工具警察職員宿舎後に決定し、公園中央での建設ではなくなったため玄関側を定める必要が生じた。5つの放射する線の一つに応線が接するような形で建物正面となる A 棟を設け、上空平面から見ると漢字の天の字のような建物の姿に決定した。建物外壁には6房成に打ち抜きされたプレキャストコンクリートパネルが、 ほぼ全面に使用された。これは平山隆のアイデアで、外面から建物が一見して何階建てなのかわからなくすることで、建物を大きく見せようという設計意図であった。プレキャストパネルは、標準寸法が長さ3 4 5 0ト、mm、ル幅9 7 5五、mm、ミリブミリメートルで、突面を外向きに取り付けられた。工場で製造されたパネルを、 現場の大型クレーンで屋上に吊り上げ、取り付け位置には順番に小型クレーンで立て込みして取り付けられた。目地はモルタル詰めされ、最後にセラス金武器付けで仕上げを行った。1961年11月に建設計画が承認され、建設受けを者として鹿島建設が決定した。1962年3月に設計完了し、6月に着工。 1964年4月9日に建物が竣工した。鹿島建設で初めて水平タワークレーンを使用し、作業効率向上を狙った。1972年度に B 棟とカイ棟の間、カイ棟と E 棟の間の空きスペースに平屋二棟を増築した。1978年度に B 棟と C 棟の間に平屋を増築。 日本科学技術振興財団の創立20周年として、1982年度に C 棟と D 棟の間に地下ピロティを含む地上2階建てが記念展示室として増設された。翌1983年度に D 棟と E 棟の間に平屋一棟が増設。財団の創立30周年として C 棟と D 旨の間にある記念展示室の3階から5階部分が増築された。ありがとうございます。